兄弟、手柄はてめえにくれてやる。だがこいつは俺をやるぜ。 おめえが変わった橘はどうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまってる。連中、おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭も、おめえを見殺しにする気ない。報われねえな。今時の仁義ってやつだよ。橘。 必ず殻の一つ棒を手に入れる。そうなりゃあんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが、橘の居所は白鬼はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知ったふうな口聞くんじゃねえぞ若造へ。任せとけ兄弟。 Let's go.